はい、どうも皆さんこんにちは、ハルティです。よろしくお願いします。ということで今回はですね、もうめちゃめちゃもうすごい、本当に僕よく盛るけど本当にすごいゲストに来ていただきました。ということでよろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って、今ね、はい、宝箱開けたらね、はい、なんか出てきたわ僕の挨拶してる時勝手になんか楽しまないでくださいよ今ね、はい、ドワドワの実と、はい、チユチユの実があるんだけど、はい、ドワドワの実食べちゃっていい？これ。あー、いいですよ全然。いただきます。なんかいいの、今ドワドワの実を手に入れた。知ってるかこれは何なのか。ドワドワの実はよくわかりません。試してください。お、消えた。え、カッサン消えた。え、消えた。カッサンの姿が消えた。え、あ、出てきた。なんだこれ。透明になれるとかかな。だからあれじゃないですか、多分あれだ、これ透明になってみんなから知らない間に別のところ移動できるよっていう、あんま結構しょうもない。しょうもないやんこれ。エアドアは多分しょうもないですねこの調子で。はい、新しいとこを攻略ですな。そうですね。じゃあとりあえずちょっと、じゃあ僕の身も見てもらおうかな、カズさんに。はい、影の身っていうの聞いたんですよ。じゃあ角トカゲやってみますね。うん、はい。お、見ました今カズさんの後ろ。え、こっち見ていただきたい、向こう側。はい、おこれ多分ダメージ与えられるんですよ。で今一瞬ピッて出たやつ。そうお互い地味だな確かにお互い地味だな、技が。あ、見てください、僕の友達が。あ、やばいやばい、カズさんに攻撃してる。お前やめろやめろ、お前友達がちょっと。やばい、友達じゃねえじゃねえかそいつ。いいな、そっちの方がなんか見栄えが確かになんかこっちの方がちょっと、なんでうちこれ隠れるだけなんだよ俺確かにあ、これでいつでも消せるみたいですね、ドッペルマンは。あ、食料ちょうだい、食料。あ、了解です。あ、あと見てください今ん、ベベベベベって。何それ、うちもそういうのがいいわ、そういうのは別にまあなんか今のやつしょうもないなって思うんだったら別に別の食ってもらっちゃっても全然。あ、なんかちょっと一旦リセットするね、一旦。あ、オッケーです、オッケーです。僕のゲストなのに。あ、夏に出たやつを何にもチェックせずにそれでいくから、もうやり直しなし。あ、了解です。行くぞ。はい、右クリックの。あ、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと今僕の剣が暴走してまった言ってごめんなさい。あ、はい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 、来ましたわこれは。おお、来ました。オッケーオッケー。バネバネの実ですなこれ。バネバネですね。あ、さっき食べてました、ね、先ほどの。あ、なるほどなるほど。あ、まあちょうどいいかもしれないですね、バネバネ。よし、じゃあバネバネの実でいきたいなと思います、うん、了解です。それではじゃあさっき船探すときにダンジョンあったじゃないですか。はいはいはい。 あそこ行きましょうよ、一緒に行きましょう行きましょう行きましょう。よし、じゃあそしたらここのダンジョン乗り込んじゃいましょうか。行きますか。はいはい、こっちの。やめ僕が。よし、混んでいいだろう。オッケーです。さあ、じゃあそれでは行くぞ。ダンジョン行きましょう。そう、バネバネ持ってたんだうち。あ、そうですね。行くぞ。めっちゃ敵出てきてるよ。そうですね。やばい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 。これ入り口がどこだ。これ中のやつ？それ中のやつが出てきてますね。それ。こっちめっちゃ出てきてるよ。こっちですね、入り口。カズさん。待って。こっちに。スイックブーム。待って。カズさん、カズさん。待って。僕がサポートします。あ、なんか出た、なんか出た、なんか出た。ねえ、それなんか僕の影の技が今炸裂しました。このバネバネの実のパンチを受けるかお前。おー、強い強いじゃないですか、バネバネの実のパンチを。大丈夫か、やっていい。大丈夫です。入り口がこっちにあったので攻め入りましょう。ほら、はい。え、なに僕のブラックボックスって技です。バネバネの実や、よいしょこれ強いな、バネバネの実いいですね。めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる。やばいあれ、めっちゃ撃たれてる。やばいバネバネの実の餌食にしてるわ。はっ、よいしょ、いいですね。うぅ、やべ、行くわ。あー、やばい、ちょっと、ひでひで。あ、ちょっと僕の、僕のブラックボックス。ハルティの、僕のブラックボックス。ノロノロビーム、ショウワイルホルディング。あ、ノロノロの実、食べました。食べた。あー、なるほど。それもまたなんか地味な感じしますけど、なんか敵の動きをのろくできるっていうやつですね、多分。あ、これでね。そうそう、ビーム出ましたね、今。それで、あいだ。あ、ちょっとめっちゃ呪い、動けない。あ、めっちゃ呪い、動けない。ちょっと僕を実験台にしないでくださいよめっちゃ呪いやん。そうですね、呪いっていうかもう動けないんだけどこれ。あー、動けた。あー、ちょっとね、やべ、また動け。よし行くぞ。よっしゃ、行きましょうか。カズさんが動きを止め、そこを僕が殴ると。そう、さっきこっちの方でねやられたんだ。どんみ。あー、素晴らしい。でもあいつあんま関係ねえわ確かに遠距離だからあんま関係ない。待ってろ。よいしょ、じゃあちょっとカズさんについていこうかな。あ、ここはなんかすごいな、食料庫的な感じなんですかね。一応スインクブーム。おお、いいですね。カズさん、なんかいるぞ。なんか やべえやつがファイヤー。よいしょ、やめて。あ、やばいブラックボックスに入った。ブラックボックスに入った。ちょっと待って、テレポート、どっかしらでテレポートして逃げてください。テレポート。すいません。ノロノロビーム。
ーム、ノロノロビームの餌食となればいい。あ、すげえ、もうみんな動き止まってるじゃないですか。もうノロノロになってしまえばいい。やばい、感性強い。ノロノロビーム、ノロノロビーム強いです。結構ノロノロビームの偉大座を、ノロノロビーム感性また動きを止めてしまったような。結構強いっすよそれ。結構でもこれで相手なすすめないんで。いやー危っ先生ちょっと僕やべえぞこれ。カズさんの方に今クリーパーをやっちゃった。やべやべ、はい、やべ、ノロノロビームを ノロってなってるじゃないですか、はい、僕ちょっと待って、カズさん見て、これ剣振るのも遅くなってる、ほら。くない？マジか。うお。くそ、あいつらめ。はい。はい。はい。やばい。強。結構強い。やめろ！ノロノロビームで。ナイスサポート。カズさんのサポートがめちゃめちゃありがたい。あ、それめちゃめちゃいいです、カズさん。それめちゃめちゃありがたい。ノロノロビームめっちゃ強いですよ、それ。結構。チート級の強さだ。チート級の強さです。あ、これでまた、第2段階の。いけますね。あ、やめて！いや、ノロ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 ビーム、ナイスです。いい感じで順調じゃないですか。結構順調に来てますよ。なんかやべえのは、やばいやばい、まだその下回るぞ。爆発で下の階層行っちゃった。やばい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 、助けて、ノロ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 助けて、やばいやばい。やお、次の能力は何になるんだ。あ、そうだ、僕もそうか、失ったから。これ新しい能力を解放するしかない。解放するしかない。開けます。はい、ノロ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 、ダブルノロノロでいきますか。じゃあ、おい、行こうぜ。ダブルノロノロ、ダブルノロノロで。やった、ノロノロビーム、ノロノロ。これノロノロビームやって剣で切るっていうのが一番シンプルで強い気がする。はいはい、で、はいこれ一番強いですよ、これが。めっちゃでっかい剣持ってるこいつでもこんなやつでもノロノロしちゃえば大丈夫と。はい、ノロノロすれば安心よと。やべ、なんか意外と体力がやばい。今僕死んだ場所にテレポートしようとして、でまた殺されるっていうの、今やばい。好き勝手してよし、取れた、宝箱が取れた。よし、開けます。はい、キロキロ。あ、ちょっと待って、でカズンさん動けない、カズンさん動けない、ちょっとカズンさん、ハルティハルティじゃないんですよ、ちょっと、おいたち、よくもハルティよ。いやいやいや、主犯あなたですよ。間違えた。ランク1、2、3あるんですけどさっき1だったんですよ2とか使ってみたかったりします。行きましょう。行きますか。じゃあとりあえず2行ってみます。この鉄製の宝箱はランク2なんですよ。オープンザゲイ。あ、鍵あります。おー、開けました。何が出ました。来ましたよ。お、いただきます。それは何の実ですか。いやー、これはもう多分見たら分かるやつですよ。お、なるほど。マジか、めっちゃ5つもある。おお、すごい。1個目、おお、ビヨン、もしやビヨン、それはもしや、おお、お、掴んだところに移動するんだ。あー、なるほど。それ何の実ですか。ゴムゴムゴムの実です。わー、出たいてー。ほんで行くよ、セカンドギア。あ、めっちゃ煙出てる。これ多分移動とか早くなったりしないですか。あ、早いかも。ジャンプ力とかは、お、早いわこれ。おお、来ましたね。来たな。あ、ほんで、あ、じゃあ僕開けますね。はい。あー、待って、これね、これ多分カズさんわかんないんですけど、あ、やばい、これ僕あのワンピースモッドの実で一番好きな実が出ました今。お、糸糸の実って言うんですけど、あの名前はね、しょうもなそうに見えるんですが、これ多分前回のバージョンアップ前と一緒だったらめちゃめちゃ強いですよこれ。じゃあいきますよ。まずいい、オーバーヒートって技使います。あー、おー、なんか弱体化されてる弱なってる。そう、前はねもっとドラララって出たんですけど、一発になってますね、オーバーヒートが。で、多分これ見てください。 え、どこ行った今。上です。上、え、もういくらでも飛べるやん。あ、落ちた。あとはゴムゴムのピストル食らわせて早く。え、やば、なんだこれ。待って、え、なんだこれ、今なんかすごいことになった。敵でも引っ掛けるんかな。かな、うちは引っ掛からんけど、弓矢とかを防ぐとかかな。ちょっと僕もよくわかんない
なんだこれ、いろいろと試す余地はありそう。あっ、これ鳥かごって技で、これ多分外で言おうとするとダメージ受けます。